スマブラ SP で、見せプレイの中の見せプレイを見たいって思ったそこのあなた、このザ・アルティメット・ソル・トイズ・リアルで、この動画、ちょっと見たんだけど、マジでやばい。ちょっと想像の見せプレイより、まあ見てもらった方が早いね。いきます。この冒頭30秒ぐらいまでは見たんだよね。このガオガエンのこのプレイ見てください、この。すべてに呼び勝って、そこまでやる!そこまで掴む!この天才的なプレイ。さあ、ここから。多分これも知ってるかな。うわぁ。どんだけ試行錯誤すれば、狙ってやってもできんのかな、こんなプレイって。うわぁ、もうなんか、スッて止めてやるまでが美しいよね、すごい。てか、なんか文字、日本語なんだね、これ。うわぁ、踏みつけて、空下打って、空後打ってからの、ハンマー決め!上火じゃないんだ。すげえな。お、三島和也来ましたよ。あ、ちょっとなんかこれ、モッド入ってるね。ロエの即死コンボですね。こういうモッドは結構楽しいからね。うわー、そこでメテオ。なんかね、見せプレイになるって想像よりなんかすごいよね。そこでその技振るんだっていうのがあまり多すぎて、マジで予想できない。うわー、受け身取れない読みコード。熱すぎる。B 技あげてよ。すごいな、本当に。あ、三島和也の方じゃなかった。和也出てくるともうどうしても和也の方が少しこうするんじゃないかって思っちゃうけど。うわ、ダウンレーン。読んで。上 B フィニッシュ。このステミナあれかっこいいよな。なんかちょっと、どんな予想だよ。そんなことができるんだな。結構割と堅実的なコンボもあるけど、結構いっちゃってるコンボの方が多いよな。そこまで行くんだ!ちょっと今思ったんだよ。もう一段階やんじゃねえかと思ったけど、そんな挙動予想できるんだ。すごいな。あー、これはおしゃれ。押し付けコンボだね。うわー、かっこいいな。ほんと映えるよな、こういうことしてると。マリオがすごいかっこよかったね、今。さあ、三島和也。どうする?うわー、いった!下スマー!和也の下スマーめちゃめちゃ好きなんだよな。さあ、突然の静寂?なんだ、このまま。これ遊んでるんじゃないだろうな。なんだ、一体このプレイは!達人の読みや。おわー、ちょっと!アマンガス入っちゃってるけど、これ。マジっけー。元のキャラ。結構キャラもおかしなことになっちゃってるけどね。こういうのどうやってんだろうな、ほんと。でも、プレイは改造してないよね。後付けとかいじってないから、ほんとのガチガチのプレイだ、これは。あくまで見た目だけだ。見た目いいと許しちゃうよね。なんかね。改造もより、かっこよく映えていくっていうか、うわぁ、道連れの新しい形。ボムの挙動を読んで、メテオしていく。バイクがコンボだと。上 B から、おっと、横 B からの、クステミの空前決まっていく。ストックがなければないほど美しい、その、メテオかと思ったら、サイド浮かして第二次メテオ。熱すぎる。うわ、来た。うわぁ、こういうコンボマジで大好き。超かっこいい。水行く!かなり絵が見にくいです、これ。これ何のキャラだ?ロイか?クロブか?クロブだね。割と改造も混ざってる感じあるけど。うわぁ。この上投げブラスターちょっとかっこよくて普通に好きなんだよな。結構自由だなぁ。おっと !B ファイター結構上 B 地面多いイメージあるけど。やっぱそうなるっぽいね。メテオからの大移動!自分は帰ってくるよ。さあ、挙動を読んで。おっと!助けだと思ってからの、やっぱ助けませんっていうね。見せかけというかもう読みの段階というか、うわ!あの空前一段がマジでエロすぎるわ。本当に、素晴らしい。うわっはっは!攻撃判定残ってるんだ、あれ。やらしいね。ただでさえ、辛いのに。もう合わせに行ったんじゃないかっていうぐらい、疑惑の判定ウェビーですよ、今の。横火してからの、空下打って、
カブコンボ決まっていく。相手のコンボ、相手を使うってガロン結構ありがちだよね、コマとか。俺かと思ったら、あと3分尺があった。まだあったわ。宣伝でした。第2次、いや、後半戦か。ギリギリ。おっと、もう一度。そこまで予想できてない。自分のパーセントあんなに多いのに、なんでそんなプレイができるんだ、一体。コマンドを使わない美しい。剣技のみの。剣技のみの。うわー、かっこいいね、ほんとに。ベオは映えるよ。ベオは絶対映えるよ。横を済まして、ダメージを稼ぎまくって。リッチタイム、空母イン、空母。ベタライト来ましたよ。空母二段？いやは、どんなオーバーキルですか。相変わらずベタライトの声が渋すぎる。上に上げて、ウィッチタイム。ウィッチタイム生かして空下で上バースト。なんだその、なんだその妙な珍技は。どうしてそんな発想が生まれて、それを実現できるのか。不思議でしょうがない。かっけえな。それよく、帰ってくれんのか。うわ、やめてよ。自分は帰ってくるしね。落として、落として、空母。読んでいる。挙動を読んでいる。ギョリギョリって文字なんだ一体。ギョリギョリだって効果音なんねえけどな、普通。日本人でも。あー、なんか一個一個の。ウルフって結構堅実な動きしてるように見えるから、なんかすごいね。すごいなんか、おしゃれっていうかね、華麗だよね、ほんとに。おっと、空中の、傘当てを、しっかり活かして、ジャンプも残している。さあ、硬直させてからの、ジーン、どこ当たっとんねん、それ今。なんか当たってないように見えちゃった。聞いてくるぞ。おっと、踏みつけメテオ。メテオ踏みつけメテオ。ダンス、ロボットダンスみたいになっちゃった。掴むか？お、まだやる。まだ行く。容赦がなさすぎる。どこまでオーバーキルすれば気が済むんだ、この三島一馬っていうところは。三島一馬って言っちゃった。これは、うおっと、傘コンボです。愛の共同作業だね、これは。映画版のピーチやん、もう強さが。お？なんだ？なんか終わりに、なんかあるっぽいです。え？おい、ナメプじゃねえんだろうな。ラメプにしか見えんぞ、これ。おい、何を見せられてるんだ、これ。ああ、ちょいなんかさ、ポケモンの効果音あって、面白かったな。これ、すげえな。なんか、見せプレイっていうの結構よくありがちだと思うんだけど、なんだろうね。なんかね、技の飛ぶ方向性とかを完全に理解してるがゆえのプレイっていうのかな。華麗に、コンボメテオというよりかは、決めずにもうワンチャン貯めてね。貯めてさらにロマンを求めに行くスタイル。リスクもあるのに成功した時の、見せプレイ度が上がっていて、もう最高としか言えないね、本当に。